お前の主人は無事だ。実はさっきアルゴスさんが。
ルッセウス、思ったより口が軽いな。なんで悪魔様にあんなことしたんですか？ジュノー様の命令ですか？ジュノー様は何を企んでるんですか？力ずくで聞き出すしかないようですね。シトリーさん、手伝ってくれますか？もちろんです。今度こそこの前のお返しをさせてもらいます。庭園がめちゃくちゃになるかもしれないな。心配には及びません。オデュッセウスさんにはすでに許可をいただきました。ジュノー様は嫌がられると思うが。申し訳ありませんが、私はテイワツ様の味方なので。庭園を荒らされるのは諦めるにしても、お二人が別れてしまうのは困る。財産分与の問題も考えただけで頭が痛くなるな。私の話した情報が和解の役に立てばいいか。ここへ誘導した。今頃ダビは一人だな。そんな、早く行った方がいい。あなたの言うことなんて信用できません。信じようと信じまいと、それはお前たちの勝手だが。心配ですね。ダビさんのところに行きましょう。それじゃあ、私がアルゴス様。チャイルド一人でアルゴスさんと戦うのは無謀です。でも、もう嘘だったらただじゃおかないですからね。急ぎましょう、シトリーさん。タビ、どうか無事でいて。じゃなきゃ許さないんだから。
エイワーズに愛の妙薬を飲ませることだ。ジュノー様、どうしてテイワス様と仲直りしたんじゃないんですか？仕方ないだろう。こうでもしなきゃ、はあ、テイワスのせいで余計な嘘までつく羽目になったな。どうしてそこまでしてテイワス様の心を独り占めしたかったんですか？違う、テイワスの心を独り占めするのは俺じゃない。すっごくクラクラする。ここはどこ？暗くて何も見えない。ジュノー、どこにいるの？どうして返事がないのかしら。明かりをつければ。ダビ、髪を引っ張るな。あなたは？好みでもないし。でも男の人はこういう衣装が好きって聞いたから、あなたも好きかと思って着てみたんだけど。だからってなんで俺に見せるんだよ。しょうがないわね。
気に入らないなら脱ぐしか。いい度胸してるな。俺の家で浮気するなんて。
酔ってしまっているんです。とは思いませんが、ジュノー様のお力をお借りしましょう。胸が熱いの、張り裂けてしまいそう。はあ、なんて幸せなの。まるで夢を見ているみたい。この気持ちに永遠に酔いしれていたい。やっとわかったわ。これが、愛なのね。愛してるよ、テイワズ。私もよ、ジュノ。一度。
けでいいので、私の話を聞いてください。テイワズ様にもう一度だけチャンスをください。テイワズ様は本当の愛を知らないだけなんです。解毒剤を飲めばお二人の関係は元に戻ります。ジュノ様どうか。マーキュリー、ジュノー様。マーキュリー、ジュノー様。